どうもゆるふわチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。さあ今日はね、じゃがいもを使ってね、サラダを作っていきますよ。ポテトサラダってやつですね。何今更ポテトサラダって思うかもしれませんけれども、今日のこのポテトサラダね、卵入れますよ。卵はね、もちろん農林水産省推奨のね、茹でない卵ですね。茹でない卵の作り方で、茹で卵を作って、それでポテトサラダを作っていきます。このポテトサラダもね、ちょっと隠し味の一つ、今隠してないですけれどもね、画面の中央にあるあいつですね、あいつを使ってね、ちょっと隠し味をね、披露しようと思います。ではね、動画の方もね、最後までご覧ください。はい、ではね、まず最初に農林水産省推奨のね、茹でない卵から作っていきます。フライパンにね、卵を3つ入れてください。はい、そしたらね、このフライパンの中に水をね、そこから1センチぐらい、このね、爪がね、なんとなく隠れるぐらいのね、量ですね、1センチぐらい水を入れてくださいね。はい、そしたらね、火加減は中火です。中火にしますね。で、沸騰するまで待ちますよ。ゆるふわ。はい、ではね、お湯の方が沸騰したら、まず蓋を閉めてタイマーを準備してね、4分ですね、4分スタートします。はい、タイマーが鳴ったらね、火を消して5分間このままね、蒸らします。ではね、蒸らしてから5分が経ちました。はい、じゃあね、卵を取り出していきますよ。取り出したらね、こうやって水の中に入れてください。このね、まあ氷が入れてあるんですけれども、この温度差がね、卵の殻を剥きやすくします。はい、ではね、じゃがいもの方ですけれども、これはね、皮を剥いて芽を取って水にさらしてあります。まあだいたいね、10分ぐらい水にさらしました。そしたらね、これ小さく切っていきます。はい、半分に切ってね、半分に切ってね、トントンぐらいで、こんな感じでね、ちょっと小さめに切っていきますよ。今日じゃがいもね、男爵を使う予定だったんですよ。てかこれ男爵なんですけれども、1個だけね、トウヤってのがね、混じってるんです。ほら、なんかね、全然違うんですよ。一個だけ違うジャガイモ、トウヤっていう品種をね、混ざってます。色もね、なんか感触も違うって、やっぱ、ジャガイモの品種って大切なんですね。はい、ではね、切ったジャガイモは、お鍋に入れてね、一回水で軽くさっと洗ってください。はい、そしたらね、このジャガイモに、水がひたひたに被るくらいね、お水を入れてください。はい、そしたらね、火をつけます。火はね、強火です。これ必ずね、水から煮てくださいね。水から煮て、火は強火ですよ。はい、ではね、じゃがいも煮てる間に、きゅうりのね、準備していきます。きゅうりはね、こんな感じで、輪切りにしてってください。この輪切りがね、まあ、ちょっと、できないよ、面倒だよ、という方はね、こういった、世の中には便利なものがあるんでね。これはどっちだ？ちょっとね、こっちからね、こんな感じでスライスしてってください。そうするとね、早いですし、楽ですよ。はい、ではね、玉ねぎの切り方ですけど、これだと繊維に沿った形になっちゃうんで、歯ごたえが出ちゃうんですね。なので、横にしてもらいます。横にしてね、繊維を断ち切る形で、こんな感じで、スライスしてってもくださいね。こんな感じでね。これもね、切るのが大変だよ、面倒だよっていう方はね、こういう世の中には便利な道具があります。こういう道具を使ってね、スライスしてってください。おー、怖えー。はい、じゃがいもの方ね、沸騰してから、だいたい5分、6分、7分、それぐらいね、煮ました。そしたらね、軽くアク取りをしてください。そこからね、コンソメを入れます。まあ、だいたい小さじでね、1杯入れますよ。はい、コンソメをね、小さじ1杯入れて煮ていきます。じゃがいもは柔らかくなるまでね、強火でずっと煮てください。コンソメを入れる前にね、約5分ぐらい煮て、コンソメ入れて、そこからまたね、強火で5分ぐらい煮ました。そしたらね、一旦火を消してください。ね、これちょっと蒸らした状態にしますね。はい、ハムですけれどもね、ハムは半分に切って、こういう風にね、ちょっと細切りしてってください。はい、じゃがいもの方はね、あれから5分ぐらいね、火を止めて蒸らしてます。そしたらね、このお湯はね、もう切っちゃってください。このお湯はね、使いません。コンソメとか入ってますけれどもね、使わずにね、こういった材料たちと混ぜていきますよ。
はい、水を切ったじゃがいもですけれどもね、これ水分をちょっと飛ばしたいです。なのでね、火加減は弱火でね、弱火、やっぱり中火ぐらいですね。中火ぐらいでね、こうやってちょっと混ぜながら水分を飛ばしていきます。はい、水分が飛んだらね、ここでバターを入れます。バターはね 20g です。 20g のねバターを入れます。茹でてる時にコンソメ入れて、この水分を飛ばしてる時にバターを 20g 入れますね。あと塩分で使うものってね、マヨネーズぐらいなんです。塩はね入れません。はい、コンソメをね少し入れるそうですよ。やっぱ男爵を使ってるとね、ホクホクですね。素晴らしいです。で、ここでね、まだ熱々の状態のうちに玉ねぎとね、きゅうり入れちゃいます。スライスしたやつね、もう入れちゃって、はい、ここでね軽く混ぜますよ。はい、ある程度混ざったらね、今度そこにハム入れていきますよ。これね、具がたっぷりに見えますよね、ポテトサラダって。けどじゃがいもと同じぐらいの量のね、具を入れてもやっぱりじゃがいもがメインでね、じゃがいもが勝っちゃうんですね。なのでじゃがいもの量とね、同じぐらい具も入れちゃってください。バランスよく仕上がりますよ。はい、そこでね、ちょっとコンソメ足します。コンソメがね、小さじ半分ですね。はい、ではね、これある程度ざっくり混ぜたら、粗熱を取りたいんでね、今熱々の状態なんですね。この熱々の状態からちょっと冷ました状態にしたいんで、このままね放置しますよ。はい、ではね、ポテトサラダの方がね、粗熱だいぶ取れました。ということでね、味付けしていきます。まずはね、マヨネーズを大さじ2杯とちょこっと。マヨラーの妻がね、このマヨネーズの量これぐらいで抑えたってね、奇跡みたいなもんですよ。マヨネーズを少なめに作りますとか言ってね、マヨネーズ少なくしたのはいいけどパンチがないってね、バター 20g 入れてます。なのでね、これ塩味はね使ってません。マヨネーズとコンソメとバターのね塩でね、塩入れなくてもね十分なんですね。はい、ではね、ある程度味が混ざったらね、この卵を入れてね、潰しながらね混ぜていきますよ。卵はね、ざっくりと混ぜてくれればいいです。混ぜてる間にね、卵が勝手に潰れるぐらいの大きさでね、十分だと思いますよ。あんまり細かく潰してね、かっこよく仕上げようとすると逆にかっこ悪くなっちゃうんで、ここはかっこ悪く仕上げようとするとね、かっこよく仕上がります。はい、ではね、ある程度卵が混ざったらね、そこに胡椒を入れますよ。胡椒をね、3回ペペペって振ってくださいね。ホワイトペッパーがいいですね。ブラックペッパーだとね、ちょっと風味が強すぎるんですね。まあ、でも風味が強いのがいいよっていう人はね、ブラックペッパーでも構いませんけれども、こういう白いものの中にブラックペッパー入れるとちょっと目立っちゃうんでね。なのでホワイトペッパー入れて、もう一回よく混ぜますよ。はい、出来上がったサラダはですね、サラダはじゃないよ、ポテトサラダはですね、こういったね、手頃なタッパーに入れてね、冷やしてください。冷たくしてね、食べるとね、美味しいですよ。あんまりポテトサラダ、あったかいの嫌ですよね。まあでも、お弁当とかに入ってるポテトサラダって、あれ電子レンジかけると温まるじゃないですか。なんかね、あれいい方法ないかなとか思うんですよね。ポテトサラダは外して温めてくださいとか、めんどくさいじゃないですかね。まあ、こんな感じでね、まあ、ポテトサラダは冷やして食べた方が美味しいと私は思います。はい、ではね、出来たてのほやほやのポテトサラダ、ほやほやではないですね。まあ、出来たてのポテトサラダです。これね、塩を使ってないんですよね。ポテトサラダっていうとなんか塩入れたくなるじゃないですか。塩を使ってないんです。コンソメとマヨネーズとバターですね。その塩分だけで十分なんですね。はい、ではね、いただいてみたいと思います。まあ、今日のメインはね、この卵ですね。卵入りポテサラ。これね、いただいてみたいと思います。美味しい美味しい。このね、意外なことに主役は玉ねぎなような気がします。この玉ねぎがうまい。このきゅうりもね、あんまりガリガリしてないんですね。なぜかというと、あったかい状態の時にきゅうりと玉ねぎを入れてるからなんですね。なのできゅうりと玉ねぎいい感じでね、火が通ってるってわけじゃないんですけれども、しんなりしてます。これね、非常にいいですよ。卵もね、簡単に作れるような方法でやってますんでね、これでぜひね、気軽に作って保存してみてください。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。